1570年の阿部川の戦いと1573年の小谷城の戦いに関連する史跡を空から追ってみました。1570年信長は朝倉氏討伐のため駿河に進軍し金ヶ崎城を攻略します。さらに越前に侵攻しようとした時に義弟浅井長政の裏切りを知り金ヶ崎の軒口と呼ばれる撤退を敢行し京を経て岐阜に戻ります。体制を整えた信長は浅井討伐のため6月19日に岐阜を出発します。調略で手に入れた竹比城に2日間滞在した後小谷城の眼前にある虎御前山に向かいます。1570年6月21日信長は虎御前山に布陣しました。小谷城下に火を放ちますが翌日には一旦撤退します。6月24日信長は攻撃の手を横山城に向け包囲します。家康も合流します。6月24日浅井朝倉軍は横山城救援のため大寄山に布陣します。6月28日未明には姉川右岸の野村三田に布陣します。織田軍と浅井軍、徳川軍と朝倉軍が姉川を挟んで対峙します。長政の本陣跡です。補助整備以前は神殿と呼ばれる小高い丘があったそうです。浅井軍の動きを見て信長は辰ヶ鼻から本陣を移しました。午前6時頃まず織田軍が浅井軍に攻めかかります。浅井軍がこれを押し返しますが最終的に織田軍が勝利します。徳川軍と朝倉軍との戦闘については江戸時代の資料にはほとんど記録がありません。江戸時代の徳川方の記録では姉川合戦と記され、これが戦いの名称になっています。朝倉軍と徳川軍とが戦った場所は多くの戦死者の血で染まったため千原という地名が残されています。徳川家康が本陣を置いた岡山です。家康が勝利したことから勝山と呼ばれるようになったとされます。朝倉軍の大将朝倉景武が本陣を置いたとされる三田村市館跡です。現在伝承寺境内地となっています。織田徳川連合軍は退却する浅井朝倉連合軍を追って小谷山麓に火を放ちますが小谷城は攻めにくい城であり陥落させるのは無理と見て追撃を打ち切ります。そして横山城を包囲して攻撃します。横山城はひとたまりもなく降伏しました。1573年8月8日山本山城主厚地定行が織田方へ寝返ったのをきっかけに信長は再び奥羽攻略に乗り出します。8月20日に朝倉義景を滅ぼした信長が26日に虎御前山の本陣へ帰還し小谷城の総攻撃を開始します。27日夜半羽柴秀吉が長政のこもる本丸と長政の父久政がこもる小丸との間の京極丸を占拠します。その後小丸にこもっていた父久政を攻撃し久政は自陣します。信長は自ら兵を指揮して京極丸に攻め上がり長政が自陣します。小谷城は落城しここに浅井氏は滅びます。姉川の戦いは同時代の資料が少なく以前は織田徳川連合軍浅井朝倉連合軍に対勝した戦いとされてきましたが近年では見直しが進んでいるようです。
今後の研究の進展が期待されます。